どうも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 ちょっと待ってな、クーラーちょっと寒いな、太っちゃうのにこんなん履いてごめんなさい、すんません。かわいない、沖縄の国際通りのこのお店、まあ、どこでも売ってると思うけど、沖縄のやれたら一目惚れして買ったスパムです。今ちょっと企画でダイエット習慣なんで大食いとかができないんですけど、だからその代わりにコストコでこの前買ったマンゴー飯を飲みながら、すんません、最近の私のちょっと恋の話をちょっと喋らせてもらえないですか。いいですか、すんません、今日はちょっと最近ね、その気になってる好きな人が実はいるんです。もうガーンってなる、ごめん高い声出して。じゃあまずこれ先にも、そこ押すとこのこのマンゴー梅酒美味しいで、買ってからめっちゃハマって飲んでてんな、飲みたいなーっていう私のグッズです。今日は可愛い、いつもビールとか飲んでるよな。乾杯。気管に入った。動画でちょこちょこさ、デート行ってますみたいな感じのことを、え、そのタイミングで言うみたいなところでスンって入れてんか。マーキングするかのようにポツポツポツといろんなところ言ってきたけど、遡ること4月のことですけど、そのスイッチバーに行ったっていう動画あるんか、また紹介するけど、あの時にそのスイッチバーじゃないところで出会った男性ですね。あ、そう、私らがもうタクシー乗ってもう帰ろうか言うて帰ろうとした時に、友達がもうすっごいその日にもううわーって寄ってて、なんかそのままタクシー乗っけたら次車酔いしてなんかやばいことなんからみたいなってなってる時に、タクシー乗り場のところでその友達がね、まあちょっと回復するのを座ってもらったんですよ。その時に男性2人がその喋りかけてきて、私はもうなんか、そうそうそう、初めなんかもう何この人たちみたいな感じの、喋りかけてくるとか、まあ世間でさよくありそうやけど、そんなん今までなかったから、何この人たちとかってめちゃめちゃ思ってて、この後なんか居酒屋かなんかどっか行こうやってやった時に、出たそれみたいな、ようあるやつやんな、自分はなかったけど世間で聞くやつやみたいな感じで、私は変えたいなみたいな感じのオーラをすごい出して、けどなんか友達がえ行こうやみたいな感じのノリノリやったから、まあそういう日もありかとかって思って、結局始発までみんなでなんかマリカとかして遊んでてんけど、4人中でまさかの一番楽しんだのは私みたいな、一番自分が楽しんでないって最後言われて、あー確かにすごいなってんな。でそのうちの一人の男性と LINE 交換して、でも結局なあれやねんな、初めて会ってから次会うまで1ヶ月ぐらい空いてんな。まあ1ヶ月後ぐらいに会おうって予定立てて会ってみたいな感じで、まあそっから今もちょくちょく遊びに行ったり会ったりしてるんですけど、なんか一回も会った時からさ、めっちゃ話しやすいこの人みたいな、楽しいってすごいなって、なんかほんでな、なんかな、私らのいつもさ、その会ってバイバイするまでの流れが、え、そんな遊び方すんのみたいな感じのあれやねんけど、男女のムードみたいなのがあるんじゃなくて、ご飯食べに行ってその後にさ、ラウンドワン行って卓球するとかさ、ボーリングするとかさ、ゲーセン行ってあのゾンビゲームを打ちまくって遊ぶとかさ、友達に言ったらさ、ねみたいな感じにさ、なんか言われんねんな。この動画見てくれてるみんなどういうコメントしてるか分からへんけど、どういうツッコミしてるか分からへんけど、でも世間のさ、その男女が遊びに行くってご飯の後どこに行くんやろな。だから毎回なんか私も一応なんか動きやすそうな服で行ってるし、カジュアルな服で行ってて、汗だくなって、その卓球とかボウリングとかしてバイバイって帰っていくみたいな、そんな遊びしたかな今まで。私よりも年上の方なんですけど、遊びに付き合ってくれますねなんか友達あれやな、それ大学生のサークルの時にするんよ、多分突っ込まれた気がする。絶対そうやんな。私は大学生の時さ、サークルも半年とかで辞めちゃったからさ、サークルでさ、みんなで飲み会とかした後にそうやってわちゃわちゃするみたいなのがなかったん。だからやっと今大学生してるみたいな感じで楽しいねんなっていうね、そんな感じですね。言うてそんなね、そんなもうめちゃめちゃ会ってるとかじゃないけど、まだ数回やけど、いつもだいたい5、6時間ぐらいずっとおって、だから今まで私さ、だいたいさ、旦那と遊びに行くってなったらいつも時計ばっか気にして、あ、そろそろ2時間か、私お開きにするかみたいな感じで、いつも心の中のどっかにタイムキーパーがおるんだよ、タイム係が。時間ですねってなって、そろそろもう帰りますかとかって言って、夕方になる前にいつも解散したわけ2週間に1回とかしか会ってないけど、向こうも忙しそうなんで、もう会うたんびにもう私の心が叫んでおりますね。去年の秋ぐらいもなんかその好きか推しか分からんくてとかって言ってる人おったけど、もうねその時の感情とは違う、もうやっぱあれは推しやってすごいなって心の中で、可愛いっていう感情がやっぱ数ねんな、可愛いなんかしてやりたいみたいな、あれと今ともう全然感情が違うねんな。もう今は何やろ何か分からへんけど、今は今で、とりあえずもうでも今はね、なんかもう
ギューみたいな感じになってる。私大学生の時にさ、あのくっそこじらせたい話ずっとしてんか、好きな人が忘られへんくてみたいな、もう呪縛霊みたいな、もう生き霊みたいになるぐらいずっと言ってんか。でもね、ようやくもうそれが解き放たれましたね。やっぱ時間が経てば忘れるな。もう大学生の時3年ぐらいずっと片思いしてる人があって、すげえすげえってなったけど、その時の感情がまた戻ってきてるみたいな。あの時もさ、もうさ、離れたくないみたいな感じで、大学も一緒やし、学部も一緒やったから、ほぼ毎日会ってるのに、毎日は足りひんし、会いたいねみたいな感じになるぐらい、その感じに今も近いですね。だからもうその人がおったら、もう私はもう、体こうなってる。なんか言うやんな、膝がさ、こっち向いてるかこっち向いてないかで、なんかそういう、脈ありか脈なしかなんかとか言うやんか。もう私絶対膝こっち向いてると思う、今。ね、もしかしたら低確知してるかもしれんけど、こんな感じになってるかもしれへんけど、私が毎回さ、そのさ、推しと違っていいなーって感じでこう惹かれる人っていうのが、おしゃべりが上手い人かな。顔とかじゃまずなくて、なんか喋っててめっちゃ楽しい、ワクワクみたいな感じでさ、なんか話したやつに対する返しが上手い、分からへんけど、なんかずっとこう話続くなーみたいな。今私がもうそのわーってなってる人も、話しててめっちゃ楽しいみたいな、女慣れめっちゃしてんなって思うのよ、普通に接しててな。でもかといって、んじゃなんか夜に会ってるからさ、めっちゃベタベタ触ってくるとかも全くなくて、一切さベタベタ触ってけへんのよ。それもめっちゃ私的にね、好感度がなんかすごい高くて、私的にめっちゃいいなってなってんな。女慣れしてる感はあるけど全然触ってけへんやみたいな。え、むしろ、え、触ってって思うぐらい、私の中のセクハラおじさん出てくるぐらい全然触ってけへんの。そんな今までベタベタ触られたことないけど、唯一さ、そのさ、スイッチバー行った時にさ、知らんよ、わからん男の人が腰ん手回してくるみたいな、何こいつって思いながら、もうそんなぐらいしかないけど、だから、まあまあそんなそんな、そうやねんな。なんか足かゆいなと思って書いてたら血出てた。とりあえずなんかめっちゃ楽しいんですよ。でもさ、一方で私はさ、でも相手からしたら、今までなんかその遊びに出かけに行った女子とはもう大違いなぐらい、多分私ってほんまになんか気遣いがないと思いますって思われたかと、なんでここで切ってんのやろ。はい、続き。なんかさ、男性にはさ、そのデートでこんなことされたら嬉しいとか、そういう気持ちがあるくせにさ、例えばお店に行ったら奥に座らせてくれたら嬉しいなとかさ、なんかお会計でちょっとこう多く払ってくれたら気持ちがあるんかな私とか、なんかそういうさ、なんか自分の中での理想はあるくせに、絶対私ね、じゃあ何なんやろ。はい、ここでも、じゃあ私は自分が理想としてる行動を相手から受けれるぐらい、私は相手に配慮のある行動ができてるのか、いやそんなことないですっていうことを言いたかったのに、なぜか話が移り変わってます。はい、続き。逆に男の人に聞きたい、女子とデートに行って何されたら嬉しいんかな。男の子でそうやってさ、デートとか行ったらさ、うわこんなんされた幻滅って、その幻滅になるポイントってあんのかな。どうか私の動画見てくれてる視聴者の女性が多いから、逆にみんなにさ、デートでこういうこと気をつけてますとかさ、これしたら多分好感度高そうだからこうしてますみたいなポイントあったら教えてほしいな。教えてくれへん、コメントで次に行かすわって、そういうことを思ってる今日この頃ですっていう話ですね。ちょっと長すぎて長くなっちゃったけど、そういう感じですね。そろそろ私も付き合ってさ、付き合ったらこんな感じやわみたいな話をそろそろしたいね。付き合う前の話だけで終わってるんじゃなくて、付き合ってこういうことが起きましたっていう話をして盛り上がれるようになりたいね。友達の話は聞いてもさ、まあ、なんか悩みとかいろいろありそうやけど、その悩みでさえもう早く共感したいし体験したいもんって思う。あれよな、そういうの分かるみたいな感じでさ、その悩みでさえなんかこっちからしたら尊いってなるね。早くそっちに行きたいですね。っていうことで、以上こんな感じの動画でした。来週会えるので、引き続きダイエットを頑張りたいと思います。ということで、バイバイ、見てくれてありがとう。バイバーイ。